書評ですマラソン2年生高木直子さんの漫画です、えー、以前「マラソン1年生」というのを、えー、読みましたけれどもその続編でマラソン1年生で、えー、フルマラソンに参加した主人公が、えー、2年目に入ったという話ですね。えーこの マラソン2年生の中では、えー、フルマラソン世論島マラソンに一番最後に挑戦して2回目のフルマラソン挑戦という、えー、話でストーリーは終わるんですけれども2年目に入った自分自身としてマイペースで、えー、マラソンを楽しむのか新しいことに挑戦するのかというようないろいろな考えを、えー、2年目の マラソン2年生としていろいろ考えているその様が、えー、とても、えー、好感を持ちましたわ私はマラソン始めてジョギングを始めてまだ3週間目なんですけれども、えー、マラソン2年生2年目の人の話を読んでなかなかモチベーションも上げられてとても良かったです、えー、この主人公は新しいことにもちゃんと挑戦していて、えー、駅伝を始めるんですね始めるというか えー、駅伝にもチャレンジをしました、えー、新しいこともそうなんですけどもそうやって駅伝にチャレンジする中でマラソン仲間が増えていくんですねそういうマラソン仲,が仲間が増えるということのその,その面白さ楽しさも、えー、この中には書いてあります、えー、そういうこととそれから、えー、ヨロ論島マラソンとかえー 三重県のスペイン村というのがあるらしいんですけどもそこでのハーフマラソンにチャレンジするとかそういったマラソンを通しての旅ですねそういうこともなかなか魅力的に楽しそうに書かれているのでマラソン仲間も欲しいなというふうにも思いますしマラソンをするための 一人旅ですとか仲間との旅もなかなかいいなというようにまだジョギングを始めて3週間しか、えー、経ってない私でも、えー、ものすごく <laughs> 楽しく読めました、えー、次はマラソン3年生というのはあるのかなと今わからないですけどまだそういうのないんですけども、えー、その続編もあったら読みたいなというふうに思わされましたとても良い本なので、 星五つにいたします。以上です。